はい、こんばんは、親父でございます。今日はね、ちょっとお買い物に行ってきました。まあ、そこら辺ちょっと紹介していきたいと思います。今日はね、ちょっとお給料日だったんで、まあ、いろいろ支払いだとか、まあ、銀行、苦いな、このコーヒー。あとはね、薬もなかったんでね、病院行ったりとかしてたんで、早めにね、仕事終わらせて、ちょっといろいろ行ってきました。まあ、といってもね、夕方ぐらいまで仕事してたんで、まあ、近場ちょっと回ってきたんですけど、ちょっと給料日で、まあ、お金が一気になくなっちゃったっていうのもあるんですけど、ちょっといろいろ買っちゃったんで紹介したいと思います。セブンイレブンのね、柿ピーわさび、これ大好き。基本的に柿ピー好きなんですけど、この間ね、マスクの知らない世界でやってて、今度は久しぶりに食べようと思って買ってきました。で、ちょっとね、セブンイレブンで動画上げてまして、最近ハマってるこのグレープ買いました。グレープティー130円ぐらいだったのかな。まあ、動画も上げるし、まあ、コーヒーとかも買ったんだ。コーヒーは買わなかったんだ。ただ一応ね、今日のね、デザート用にね、最近本当にハマってます。クリームを味わう生チョコクリームのスフレキ、これ違う、これ新しいやつだ。コーヒークリームのやつがすごい美味しかったので、それをしばらくね、まあ、しばらくても 3つぐらいでも食べたのかな。毎日じゃないけど、確かあれはね、クリームを味わうコーヒークリームのスフレケーキだと思った。もっとね、このスポンジの色がね、コーヒー色だったの。これ美味しかったから、まあ、セブンイレブンせっかく行ったから、まあ、買おうかなと思って買って、今見たら違うわ、これ。ふわふわクリームにふわふわする、ふわふわスフレ生地。生チョコクリームになってるわ。あれ、俺昨日食べたんだよな、一個。昨日じゃねえか。あれはチョコじゃなかったと思ったんだけどな。ここで買ったんじゃないんだよね。これ、セブンイレブンとはいえ、山崎の商品なんで。他のスーパーとかでも売ってるんでね。あれ、いつだったかな、まあ、ちょっと忘れましたけど、今生チョコになっててびっくりしました。そしてね、どっか行くか、これ行こうか。まあ、ドラッグストアも行って、串団子が2割引きだったのに聞きました。これね、セブンイレブンでスイーツ買ってんのにさ、レジ横にさ、2割引きで、で、定価じゃないや、売り値もね、84円だったの。で、84円の2割引きだからさ、なんか最近団子食べてなかったし、この間ゆきえさんの動画で団子美味しそうだったんでね、買っちゃいましたよ。ちょっと食べながらね、いろいろ。うん。うん。これ団子とかは、まあ、団子とか白玉粉かなんかなんでしょうけど、お餅じゃなくてね。普通に冷蔵庫入れちゃうと、この団子が硬くなっちゃうからね、これね、これ系は本当だから今日食べるべき。うん、おいしい。この山崎なんですけど、いろいろスーパーによってとかはね、あの、なんとか製菓とかって言って、こことは違うのが出してるとこあるんで、なかなかね、いろんなスーパー行ってどこが団子出してるのか見るのが楽しいですね。で、食べてたことなかったら買ったりして、美味しくいただいてます。団子とコーヒーは合わないかな。
わなくはない。でポテチちょっと値段上がっちゃったんですけど、まあ、消費税込みで73円だったんで、大好きなフレンチサラダ買ってきました。ほい。あとは最近ね、思い出の薄塩またはコンソメパンチばっかり買ってたんで、久しぶりに海苔塩の方も買ってまいりました。ほい、73円です。あ、なんだこれ。あ、違う、あんこがこぼれたんだ。袋の中がベタベタしてる。これでね、このスフレケーキがあるのに忘れて、このキャラメルクーヘン、これが3割引きだったから買ったんですけど、これか、でもね、これ買ったのは分かった上でこれを買いましたね。だけど、スフレケーキは忘れてた。あ、袋がベタベタになってるわ、あんこで。まあいいや、ゴミ袋に使っちゃおう、これは。まあでも、このキャラメルクーヘンは、12月9日までだから結構持つんだね。いや、これは慌てて食べなくてもいいわ。まだ11月中なんで、開封後は。うん。まあ、冷蔵庫ぶち込んできていいでしょうからね。そしてね。あれ？あ、いいのか。でね、ランドロームに行ってきましたよ、いつもの。で、こちらね、マカロニサラダ。こちら玉ねぎ入ってるんですけど、入ってるんですけど玉ねぎを感じないというね。要はしっかりとした玉ねぎの、大きい玉ねぎが入ってないと思うんですよ。多分ね、もうなんか粉末状にしてるか、本当に小さくても分かるからな。本当これね、味はするんですよ、玉ねぎの味。でもこれは私食べれるマカロニサラダで、これがね、以前ちょっとね、ちょっと手の込んだマカロニサラダに変わりまして、2ヶ月3ヶ月ぐらいそれだったのかな。まあ値段もちょっと高くてね、で変わったんで、ここで買えなかったの残念なんですけど、昨日おとといからまた復活しましたね、これ。で今日この 30% 引きで69円があったんで、晩ご飯にね買ってきました。それでね、ちょこちょこ言ってるんですけど、私の好きなこの若鶏のシソチーズ、これはなんか好きなんですよね。今回いつもはね、4つ入れで200円ぐらいのを安いと買うんですけど、今日は6個入りの300円のが 20% オフだったんで買ってきました。でこちら前回買ったね、大きな肉シューマイ、これ前春巻きも紹介したそのシリーズなんですけど、このね、大きな肉シューマイはね、美味しかった、結構。なんで今回また半額だったんでね、ちょっと買ってきました、今日の晩ご飯と思って買ってきました。そしてこちらチョコパイ、まだチョコパイね、この間買ったのが1個ずつ残ってるんですけど、やっぱこのね、冬チョコを楽しむ、冬限定って書いてね、こっちか、冬のチョコパイってことで、まあ多分この時期しかないんだってことでね、これともう1個通常のがあったんですけど、こっち買ってきました。199円でしたね。まだあるんですけどね。でね、さっきね、これ買ったでしょ、これで、これ買って、でね、このドラッグストアに行ったらね、こっちが税込み138円とかだったのかな、まあ、130円ぐらいだと思うんですけど、こっちが税込み105円だったんですね。でこれも売ってたの、105円で。どうしようかなと思って、105円、これをもう一個買って、まあ、うまいこと割ればいいかなと思ったけど、割れば、ね、金額的にね。で、まあ、美味しいから別にいいんですけど、まあ、レモンティーにしました。あまり深い意味はないです。なんか悔しかっただけです。値段が安かったんで。そしてね。そしてあと何か。もうこれで終わりか。思ったこと買ってない。こちら。札幌一番のカレーラーメン、これまだあと一袋あるんですけど、美味しかった。何せ美味しかった。で386円から3割引きなんで、まあ、270円ぐらいになっちゃうかな、270円でもそんなもんかなんですけど、美味しかったんでこちら買ってきました。今日ね、晩ご飯に食べたいと思います。はい、ってことでこんな感じのね、お買い物になりましたね。実はね、
明日もちょっと早帰りにしてるんですね。明日はちょっと間違えちゃった、早帰り。仕事してもいいんだけどな。今月やる分は12月の年末に助かる分なんで、まあ働く分には働いてもいいんですけど、何せねこの時期暇、10月11月は。うちの会社で一番暇なのは2月、その次に来るのがこの10月11月ぐらいが暇なんでね。先月もねちょうど調整で休日とかね入れられたりしてたんで、それで給料も少なかったっていうのがあるんですけど、今月も結構ねそういうのがあるんで、ちょっとねできるところは頑張ろうかなと思ってるんですけども、暇なんで仕事がないんでしょうがないかなっていうのが実際のね悩ましいところでもあります。はい、ってことでね、まあこんな感じでちょっとあれだったんですけど、明日またねちょっとお買い物したらね紹介したいと思います。それではね、これから今ちょっとご飯炊いてるんで晩ご飯作って食べたいと思います。ご視聴のありがとうございました。バイバイ。